南口熊谷方面吹上駅は埼玉県鴻巣市吹上本町一丁目にある東日本旅客鉄道日本貨物鉄道高崎線の駅である上野駅発着系統と新宿駅経由で東海道線に直通する湘南新宿ライン上野駅東京駅経由で東海道線に直通する上野東京ラインが停車する吹上停車場の構内と共同広告 単式ホーム一面一線、島式ホーム一面二線、軽二面三線のホームと三番線の南口側に、側線一線、一番線の北口側東京寄りに、保守車両の基地、引き込み線一線を有する地上駅で、京上駅舎を有している。南口側東京寄りに隣接して、吹上げ変電所が設置されており、駅ホームを、起電線、起線が縦断している。 かつては直営駅だったが、現在は駅業務を JR 東日本ステーションサービスに委託している業務委託駅となっている。緑の窓口、指定席券売機、自動改札機が設置され、各ホームには後ス設備、エレベーター及びエスカレーターがある。2016年3月10日より、始発から午前6時30分までの間は遠隔対応のため改札係員は、 不在となり、一部の自動券売機のみ稼働する。校内には、ニューデイズキオスク吹き上げ駅改札内店が、北口ロータリー前には、ニューデイズ吹き上げ店が併設されている。改札口前に、立ち食いそば店が営業していたが、2016年4月1日を、もって閉店した。側線とタイムズ駐車場の間の鉄格子の扉、JR 貨物の駅は、 現在、臨時車扱い貨物の取扱い駅となっており、定期貨物列車の設定はない。かつては、駅に隣接していた関東菱油吹き上げ輸送所への専用線があり、根岸駅から石油類が輸送されていたが、2002年3月に廃止された。現在は、南端の側線とタイムズ駐車場の間に、残されている列車が通れる幅の大きさの鉄格子の扉が、 当時の面影を残している。2019年度の1日平均乗車人員は8,899人で、ある。JR 東日本及び埼玉県統計年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り、河野市吹上地区の中心市街地に位置する。駅北口の駅前通りはそのまま、行田市街地まで直結され、 両方面へのバスが多数運行されており、行田市への玄関口の役割を果たしているほか、旧中線道吹き上げ宿跡、国道17号はこちら側であることから、古くからの市街地となっている。北口のロータリー整備と道路拡幅工事は、しばらくの間滞っていたが、2010年に完了した。また、河野市営駐輪場が2007年4月に運営を開始した。 南口ロータリー北口側と比べると、新興住宅地が多いが、その一方で、行政施設や大規模工場もあり、吹上地域、旧吹上町の中心地区となっている。以下の路線はすべて、朝日バス、数営業所による、運行注釈出店広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。